ヨゼフォフは、チェコ共和国の首都プラハの行政区域の一つ。かつてユダヤ人のゲットだった場所として知られ、神聖ローマ皇帝、ボヘミア王ヨーゼフ2世の名前にちなんで18世紀末以降、ヨゼフォフと呼ばれるようになった。プラハに、ユダヤ人の存在が記録上初めて確認されるのは960年代で、ある。 以降ユダヤ人商人がプラハに集まってきたことで10世紀末には、プラハにユダヤ人居住区が形成された。ユダヤ人居住区は、第1回十字軍による破壊や大化による消失を経て4度場所が変わった後、12世紀後半頃には今日、ヨゼホフ,フと呼ばれているブルタバ川ガ,ガンの旧、市街市場近くの地域に形成されることとなった。以降プラハのユダヤ人は近代まで、 ここで固まって暮らした。13世紀のバーツラフ一世の時代に分散的になっていたユダヤ人居住区が一つの町にまとめられていきユダヤ人通りと呼ばれる地域となった。さらに17世紀からはプラハのゲットーと呼ばれるようになった。そして18世紀末以降にヨゼフォフと呼ばれるようになった。旧新シナゴーグ1270年頃には 急進シナゴーグが建設された。このシナゴーグは孤立して建てられていたため、ゲットでしばしば発生した火災にも巻き込まれず、今日まで現存している。急進と呼ばれているのはこのシナゴーグが13世紀に建てられた部分と16世紀に建てられた部分の二つからなっているためである。急進シナゴーグは現存するヨーロッパの最古のシナゴーグと言われている。 この旧神シナゴーグには、ラビレーブのゴーレム伝説が残る。ラビが呪文を唱えると、泥人形に魂が吹き込まれてゴーレムとなり、敷いたげられる、ユダヤ人を守るためによなよな、プラハの街で暴れ回る。使命を得たゴーレムは、泥人形に戻り、今も、旧神シナゴーグの屋根裏部屋で眠っているというもので、ある。はじめプラハのユダヤ人は居住の自由や、 商業活動の自由が認められていたが、1215年の第4ラテラン公会議の影響により、厳しい制限が課せられるようになり、プラハのユダヤ人は、ユダヤ人通り以外で暮らすことはできなくなった。ボヘミア王オたかる二世は1254年に、ユダヤ人法を制定した。これによりプラハのユダヤ人は、キリスト教徒との接触を制限される一方、 ユダヤ人共同体には行政権や裁判権などでかなりの自治権が認められた。ユダヤ教の信仰は保障され、金融業も許可された。またユダヤ人は多くの従属民たる地位を確立し国王から保護を受けた。ユダヤ人やその財産への攻撃は国王に対する攻撃とみなされ厳重に罰せられた。こうした保護の見返りとして プラハのユダヤ人共同体は、ボヘミア王に、ユダヤ人税を支払い、また、王の求めに応じて、融資を行う義務を負った。このユダヤ人法は、後継のボヘミア王たちにも原則として承認され、続け、18世紀に至るまでボヘミアのユダヤ人に、関する法律の基礎となった。しかし、それでも実際には、プラハのユダヤ人はたびたび迫害を受けた。 1348年から1349年にかけてヨーロッパは人口の3分の1が死亡する史上最大規模の国死病に襲われた。国死病の原因はユダヤ人に求められヨーロッパに激しい反ユダヤ主義が吹き荒れた。しかし東ヨーロッパでは比較的国死病の伝染が少なかったこともあり、反ユダヤ主義はさほど強くならなかった。 プラハも同様であった。そのためこの頃迫害を逃れたいユダヤ人が続々とプラハに移住した。このためにプラハでも反ユダヤ主義が強まり、1389年4月18日、プラハ司祭たちの先導により群衆がユダヤ人通りを襲撃した。虐殺と略奪と放火を受け、3000人以上のユダヤ人が殺害されることとなった。 これはナチス統治下以前に起こった、プラハユダヤ人の虐殺の中では、最大規模の虐殺である。この虐殺の生き残りに、ラビで、医者、詩人のアビグドルカロがいる。彼は、この体験をもとに非か、許しを書いた。フェルディナントの知性では、ユダヤ人の追放と呼び戻しが繰り返された。1541年6月のプラハの退化の、 犯人として数人のユダヤ人が逮捕され、拷問の末に自白させられた。これが直接の原因となり、1541年に、フェルディナントはプラハはじめボヘミア全土において、ユダヤ人追放令を出した。追放令は2度の延期の後、1543年に、実施された。しかしその後シュマルカルデン戦争が勃発し、ユダヤ人の資金力が必要となったため、 フェルディナントはユダヤ人の居住を再び許可した。ところが1557年に再び追放令を脱し、さらに1563年にそれが取り消された。フェルディナントは財政基盤が脆弱であるため、経済的にはユダヤ人を常に必要としていたが、同時に彼は戦闘的カトリックだったので、宗教的にはユダヤ人を激しく憎悪していた。 このためユダヤ人の追放と呼び戻しが繰り返されたのであった。フェルディナント崩御後、神聖ローマ皇帝、ボヘミア王は、マクシミリアン2世、ルドルフ2世、マティアスとユダヤ人に、好意的な人物が続き、ユダヤ人は、プラハで栄えるようになった。特にルドルフ2世は、ユダヤ人好きで知られ、ユダヤ人差別を固く禁じ、小取引の自由を完全に認めた。 このため、ルドルフ2世の治世下の16世紀から17世紀にかけて、プラハのユダヤ人街は、経済的にも、文化的にも大きく発展し、ヨーロッパで、最大規模のゲットーとなった。ユダヤ人人口も数倍となった。17世紀に入ったばかりの頃には、プラハのユダヤ人の人口は3000人に達していたという。タルムード学校やヘブライ語印刷所が、 精力的に活動し、16世紀末から17世紀初頭に、かけては、ボヘミアのヘブライ文学が黄金期を迎えた。モルデハイ・マイゼルが建設した、マイゼル・シナゴーグ。17世紀に火災で消失しており、現在のものは再建されたものであるが、当時よりも小規模であるという。ルドルフ2世は、プラハのユダヤ人商人モルデハイ・マイゼルを、 最初の宮廷ユダヤ人に迎え、彼に様々な商業上の特権を与えた。しかし、自分の死後には財産は没収されるであろうと読んでいたマイゼルは、儲けた金を貯め込むのではなく、ユダヤ人同胞たちのために使った。プラハのゲットに、病院や学校、貧窮院を作り、道を舗装し、ユダヤ人墓地を寄進した。16世紀末には、 マイゼルシナゴーグを建設した。このシナゴーグは20世紀初頭に建て直されて、今日まで存続している。またマイゼルは、プラハ以外のユダヤ人のためにも、ユダヤ人基金を創設して、巨額の寄付をしていた。この時代の人間でこれほどに、事前活動を行った者はマイゼルを除いて、他にいないと言われる。ユダヤ人とハプスブルク家の蜜月関係は続いた。 1618年に30年戦争が起こり、開戦直後に、ハプスブルク家は、崩壊寸前になったが、プラハのユダヤ人商人、ヤコブ・バッセビの資金調達のおかげで、ハプスブルク家は権力を失わずに済んだ。そのため1620年に、カトリック皇帝軍がプラハを取り戻したとき、ゲットだけは皇帝軍の略奪を免れた。1648年に、 プロテスタントのスウェーデン軍がプラハに進軍してきた時もユダヤ人たちはプラハの防衛に努めた。この時の功績が認められて同年ユダヤ人、畜修会場に大きな時計塔をつけることが許可された。バスセビは1622年に王国のユダヤ人として初めて借位を与えられ、プラハの月頭ではユーデンフィルストと呼ばれた。彼も マイゼルと同様にプラハ、及びヨーロッパ各地のユダヤ人に対して事前事業を行った。30年戦争後、コサックの首領ボフダンフメリーニツキーによるユダヤ人大虐殺から逃れてきた、東欧のユダヤ人難民が大量にプラハに押し寄せてきた。1663年にはオスマン帝国との戦争でハンガリーとポーランドから逃れてきた。 ユダヤ人難民も押し寄せてきた。さらに1669年にはレオポルトによりウィーンを追放されたユダヤ人たちがプラハへ逃れてきた。こうしてプラハのユダヤ人人口は17世紀末には1万1500人に達した。当時世界最大規模のユダヤ人共同体であったと見られる。しかしこのためにプラハで反ユダヤ主義が強まり、 ユダヤ人迫害政策が再開されることとなった。1650年には1618年以前から住んでいた場所以外にユダヤ人が住むことは禁止され、そうした地域に住んでいるユダヤ人は立ち残された。1726年にはカール6世により移住令が発令され、ユダヤ人隔離が徹底された。また同年相続法が発令され、 ユダヤ人は、家父長の身が再大を許されると定められた。これにより、家父長ではない、ユダヤ人男性は国外でなければ結婚できなくなった。ユダヤ人の家庭生活は大きく歪められ、月頭内に死生児が増加し、こうした子供らは、月頭内で一種の先民のようになってしまった。しかもこの法令は長く、効力を発揮し、19世紀半ばまで廃止されなかった。 大の反ユダヤ主義者である女帝マリアテレジアのユダヤ人政策は苛烈を極めた。彼女の直令により1745年3月末までにユダヤ人はプラハから出て行かなければならなくなった。しかしユダヤ人がプラハから出て行ったことで経済が急速に悪化したため3年後にはマリアテレジアは10年間の期限付きでプラハに ユダヤ人が暮らすことを認めざるを得なくなった。これにより6000人のユダヤ人が戻ってきたが、それ以外のユダヤ人はそのまま外国で暮らした。マリア・テレジアは戻ってきた。ユダヤ人に、寛容税と称する莫大な税を課した。プラハのゲットーは、ユダヤ人が追放されていた間に荒廃し、寛容税のせいで再建も、ままならなかった。しかも百五十四年に、 プラハのゲットーで大化があり、多くの家屋が消失し、カジバ泥棒のプラハ市民によって激しい略奪を受けた。マリアテレジアの息子ヨーゼフ2世は、単一的な制度と国民を持つ、中央集権の近代国家を目指す、啓蒙君主であった。そのため彼は、ユダヤ人と他の民の同質化を図る傾向があった。ヨーゼフ2世は、ボヘミアとモラビアのユダヤ人に対して、 黄色いバッジの着用義務や、大学入学の禁止や、商業の制限などを廃した。さらに18世紀以降、半にはゲットを取り囲んでいた、壁を取り壊させ、ゲットを、プラハの一地区に組み込んだ。一方で、公文書に、ヘブライ語やイリッシュ語の使用を禁止し、ラビの司法権を廃するなどゲットの自治権を大きく、制限し、ユダヤ人にも、兵器を課すなどした。 こうしてゲットーは1848年革命まで単なる宗教的な自治体と化した。ヨーゼフ2世のこうした改革や彼のゲットー訪問を記念して18世紀末以降にゲットーはヨゼフフと呼ばれるようになった。しかしヨーゼフ2世もその後のフランス2世もユダヤ人を完全に同化させるのには躊躇していた。関与ゼも 相続法も月頭居住義務も解除されなかった。1848年革命によって、プラハユダヤ人の状況は大きく変わった。1848年の最初のオーストリア憲法の制定によりユダヤ人は居住と移動の自由を得た。月頭はこの憲法をもって、正式に廃止された。相続法や、関用税なども廃止された。住居や、 土地の購入もできるようになった。さらに1867年のオーストリア・ハンガリー帝国憲法の制定をもってユダヤ人に選挙権や非選挙権など政治的権利もすべて与えられ完全なる市民権が認められたのであった。再開発期に撮影されたヨゼフォフの写真1851年にヨゼフォフはプラハ国の一つとなった。裕福な ユダヤ人たちは次々とヨゼフォフを出ていくようになり、代わりにヒユダヤ人の仮想民が続々とヨゼフォフにやってくるようになり、ヨゼフォフは貧民屈と化した。1893年には、あまりにも不衛生になったヨゼフォフを衛生化するための法律が交付され、1896年から1917年にかけてヨゼフォフの再開発が開始された。 歴史的建造物の保存を訴える声が上がっていたが、多くは取り壊されてしまった。ユダヤ人視聴者と6つのシナゴーグと、旧ユダヤ人墓地だけが取り壊しを免れた。この再開発で、ヨゼフォフ地区には、アール・ヌーボー建築、新古典主義建築、キュービズム建築の建物が、次々と建設された。ヨゼフォフの真ん中を貫く、広い通りが作られ、 その両側には当時パリで流行っていたアール・ヌーボー建築の建物が並べられた。そのためこの通りはパリ通りと名付けられた。20世紀文学においてプラハユダヤ人はフランツカフカ、フランツベルフェルなどの著名な作家を輩出した。1918年に第一次世界大戦でのオーストリア・ハンガリー帝国の敗戦によりプラハはオーストリアから独立した。 チェコスロバキア共和国の首都となった。1939年のチェコスロバキア併合で、プラハは一時期ナチスドイツに併合されたが、戦後にソ連衛星国として再度発足したチェコスロバキア共和国の首都となる。ビロード革命での共産党独裁体制の崩壊を経て、1993年にはビロード離婚によってチェコとスロバキアが分離し、プラハは チェコ共和国の首都となり、今日に至る。ナチスドイツ期には、プラハをはじめチェコスロバキア全土でユダヤ人狩りが行われた。プラハのユダヤ人たちは、テレージエンシュタットゲットーへ送られ、さらにその後アウシュビッツビルケナウ強制収容所へ送られ、多くは殺害された。プラハユダヤ人5万5千人のうち3分の2が、ナチス強制収容所において死亡している。 旧ユダヤ人墓地現在のプラハヨゼフォフ地区に残されているユダヤ人、月頭時代のものとしてはユダヤ人視聴者と6つのシナゴーグと旧ユダヤ人墓地がある。6つのシナゴーグのうち今日でもシナゴーグとして機能しているのは旧新シナゴーグのみである。それ以外のシナゴーグは博物館として公開されている。 旧ユダヤ人墓地は15世紀に創設されたもので、ピンカスシナゴーグの出口の先に広がっている。現存する破壊石は1万2000個に及ぶ。共産主義時代には、この地域は観光客も少なく換算としていた。特に、シナゴーグは共産主義時代には、観光客には公開されていなかったが、民主化後。 これらの品ナゴの展示場や旧ユダヤ人墓地がまとめて、プラハユダヤ人博物館となっている。マイゼロバ通りの角には、作家フランツカフカの聖火がある。現在は、カフカのミニ博物館になっている。ヨゼフォフの外にあたるが、ヨゼフォフのブルタバ川対岸には、フランツカフカ博物館がある。カフカは、ヨゼフォフが排出した最大の著名人であり、 ヨゼフォフには、カフカの名を冠したカフェやカフカの銅像もある。ありがとうございます。